た来たぞ、うるさいやつ来ますんで、皆さんボリュームを小さくしてくださいよ。はい、来い。ちょっと、もうどうしよう、もうちょっと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 、やり直してるやん。ウォッチ、君のハートにレボリューション。さあ行こうぜ、宇宙旅行に出発だ。ショートコント、雪山。はぁ、あ、大変だ、雪山で遭難しちゃったよ。ああ、これは助からないね、もう寝るしかないね。おい、ダメだって、雪山で寝たらダメだって。まだ助かるよ、まだ助かる、まだ助かる、まだガスかる、それここまだガスかる。これは寝ってるな。すごいな。続きまして、ショートコント、土地転がし。何やねん。よよよ、ばあさんよ、いい加減この土地売ってもらえませんか。はあ、そう言われましても、この土地は私たちが先祖代々守り抜いてきた土地です。この土地を売るくらいなら、売るくらいなら、ウクライナ、それ。このウクライナ。俺、お前のこと見直したわ。すごいすごいな、お前。俺、元ネタちゃんとあります。ある、分かった分かった。打たれるとき俺ちゃんと謝るから大丈夫や。続きまして、ショートコント、発明。博士、新しい発明ができたって本当ですか。本当じゃ、見せてやろう。ババン、プロレスマシーンだ。いいかい、このプロレスマシーン、このボタンを押すだけで500万馬力のラリアットが出るんじゃ。本当ですか、このボタンを。ちょっとやり直していい。もう一回いく。ショートコント、発明。博士、新しい発明ができたって本当ですか。本当じゃ、見せてやろう。ババン、プロレスマシーンだ。いいかい、このプロレスマシーン、このボタンを押すだけで500万馬力のラリアットが出るんじゃ。本当ですか、このボタンを押すとラリアットが、押すとラリアットが、押すとラリアットが、そんなバハマ、それ。ここバハマ。お前、オーストラリアだと思ったの、こんな展開、ファンタスティック。ビーナス動画に URL 貼り付けていい。そうだ。座れ、お前。これは今年はタケノは負けたわ。これはすごい、お前ここまでのやるのとよっぽど好きやねんな。はい。それこれ練習したわけじゃないのやろ。練習はしました。この動画のために。はい。ほらもうやる気満々やん。もともとでも好きやったやろ。はい。これもこうだ、ゴージャスで売ってんの。はい。全部で何本売ったの。まあ大体1万持ってるんか、それもうちょっと。それって言わなあかんやんか。すいません。よう似てたよね、でも。いやーすごかった、もうみんな圧倒してたよね。結構でも YouTube で大野があの説明するやつって結構人気あるんやで。ありがとうございます。皆さん、あのクズワテンの大野くん、応援したってください。どうもありがとうございました。ゴージャスでした。ありがとうございました。これバンチョだ、バンチョだよ。バンチョ取ってバンチョ。何してんのこいつ。おい、なんやこれ。なんか取っていっとんのこれ。あ、わかった。なんや、あ、見つかった。声で言うで。おい、おい、なんかお前武器持ってる。おい、武器持ってるやないか、お前。見つかった。お前何パクってんねん。パクってんじゃないですよ。あれ何やねん。仮暮らしですよ、仮暮らし。お借りしてるんですよ。これなんでそのこれ。ハロウィンなんで。はい。ありがとうございます。パクもらった。お姉さん、ちょっと座って。お姉さん、視聴者の皆様にも。はい。じゃあ座れよ、お前座れ。何、仮暮らしのアリエッティ。アリエッティです。
二人暮らしっていうことはなんかパクんの小人なんです、あれって言われたことないですか。お母さんがな大竹しのぶの声してた人やろ。ホミリーでしょ。うん、見すぎやお前。身長10センチの14歳だったかなの女の子なんですよ。おうおう、小人は人間に見つかってならないという掟があって、うん、人間の家から生活するために物を借りるんです、うん、取るんじゃないです、借りるんです。それは誰かに言うて借りるわけ。いや、借りるという名の強奪です。了承を得ずに借りてずっと使うんです。知らない、終わった返すも違うんだよ。返さない。お前それだから、お前うちの生地袋を今盗もうとしてたわけ。あれお母さんも小人やったのね。そう、お母さんが53歳や4歳だからね、うん、でお父さん61歳です。大体14歳なんで、すごい遅い時の方なんです。面白い話ですよ。あ、そうなんや、はい、それ何やの。これだからアイデンティはやっぱり外に借りて借りるの借りなんですけどね、うんうん、行く時ってやっぱり敵が来るかもしれないじゃないですか、うん、例えばネズミやったりと戦うために人間の家から借りるという名の、強奪をしたあの待ち針をここにいつも刺してるんです。あ、そうなん、武器武器持ちなの。こうやって戦うんです。武器持ちなんや。はい、これようできてるわ。お前もすっきゃな、ジブリのこと。たまたまですよ。え、アリエッティっていうのもヒゲがあんの。アリエッティもヒゲあるんです。僕はそのオリジナルに忠実すぎない程度の、だから本当アリエッティはこんな髪型じゃないんです。同じカツだよ、これ。それ去年これはね、チーローと同じです。そやな、はい、なのでほとんど白が出てるで。そうでした。うん、似てんの、アリエッティに。似てんの。アリエッティのカツラはね、売ってなかったんですよ。茶髪が赤毛っぽい感じで、ウェーブなんで、なかったんで、なんかそれ探してたら、何でしたっけ。何を。アリエッティのね、こうやってシダミライがやってるんですよ。で、シダミライがアリエッティのコスプレをしてるのが、ちょうどこういう感じの髪型やったんですよ。うん。でお前髪型しながら、さっきちょ何してんの。さっきと取れとったんで。修理してんのかよ。アリエッティは。お前さっきお前のとこのエリアのお前大野くん頑張っとったやろ。いやあれめっちゃ面白かったね。やばかったやろお前。お前の中でも今回のトップ誰やん。今回ですか、あさみくんです。いやこいつな、お前あさみピンキューネタすっきやねんこいつ。まだ一人出てきてないけど。あ、それ今から来る竹のあれ紹介した時にあれ来た攻撃せなかったもん。外人の時のためにそうやな。攻撃してる。ほらちょっといくからちょっと連れ立ってくれ。いいだろ。ダース・ベイダー、ジョーカー、ベノムと出ます、うん、こう3つ続いてますけど、すごいクオリティの高い。一番低いよね。どうぞ。アサミアウト。マジか。アハハハハハ。もう一回やってみて。ちょっともう一回、もう一回一回のやつもなんだ。喋ってるな。イクタアウト。攻撃して。おい、アリエッティやられやられタケノアウト。最長か。顔出すな全身お前ただですね、このハロウィン再生回数悪いんやぞお前。ちょな、大野くん長いっしょ。あれな大野くん何回やんねんお前。でもおもろかったやないかいさ。一番クオリティ低いやないかお前。なんでそれやろう思ったわけ。値段じゃないと。違う値段の場合でお前ネタもおかしいやんそれ。それは何、スリッパの人あんのほんまに。スリッパもあったそうで。鬼ごっこって鬼ごっこって。それやったら俺もタイキックやるやん。あ、今回はなごめん、大野やで、優勝は。あれを見たら、ね、あれはあかんわ。あれめっちゃ面白かったよ。考えたんですけどね。あと1個残ってるみたいですから最後にそれしてもらってもらってもらって大野くん持っとけってお前。すいません。
自信満々やからな。ショートコント終電。はぁ、大変、終電に乗り遅れちゃった。あー、そりゃ大変だね。俺送ってくよ、徒歩で。徒歩疲れる。じゃあマイカーじゃないか、それ。何個やった何個やったいや、オノ君優勝者やから。うわ、負けた気になるぞ。オノ君、負けた気になるぞ。ということでね、俺の個人的な意見で、4回やったので一番おもろかったわ。大野がすごい盛り上げてくれたやろ。もうな、もうそれあかんて。もう後でモザイク入れさすけど。でも俺の中で一番おもろかった、ほんま今回。いや、あかんて。もうみんなハロウィン、4回目ということで、こっちか、やっていったわけですけども、はい、ね、最後に、重大報告というか、重大報告 ね、その3回までの再生回数ってそんなによくなかったんな、これ。そうなんです。来てくれる人も少ないし、あ、これはお呼ばれじゃないんじゃないかと、いうことに達しましてですね、今回この動画を見て、500いいね、500 500いいね、500いいね取れたら、5回目があるということですね。そうです。500でいい、1000でもええで、別に。じゃあ1000 1000いいね、1000いいねを超えたら5回目があるということですね。はい、1000いいねがなければもう今年で終わりということ。おしまい。1000も増えたらね、1000なったらもう本気でしょ、みんなね。それいいねやろ、再生回数ちゃうんやろ。違いますよ。ちゃうやろ、ただということで、1000いいねという皆さんに求められたら、この、ハロウィン、やっていきますんで、今の段階ではあんまりこの動画人気ありません。ね、おい、みんな楽しんでもらおう思ったけど、なんていうの、要望がなければ、需要がなかったらやっぱやったらあかんやんな、供給者が、ということで、1000いいねを越した場合だけ、続けます。今回、4回目ありがとうございました、視聴、ご視聴ありがとうございました。そして、最後、いつも通りトリートで最後締めくくろうか、せーの、トリコはトリート。